リーシアはなぜ仲間になったのか。皆さんこんばんは、デンドコテンチャンネルのデンドコです。今回は人気作品である盾の勇者の成り上がりについての内容をお話ししていこうと思います。盾の勇者の成り上がりは姉子ゆさげによる日本のライトノベル作品であり、第1期のアニメが2019年1月から6月まで放送され、アニメで今作を知った方も多いのではないでしょうか。2022年4月より新シーズンも放送予定となっており、いよいよ2期の放送が迫っています。今回の動画ではアニメ盾の勇者の成り上がりのシーズン1の最後でメインで登場し、2期ではサブキャラとして非常に活躍場面が多いキャラクターであるリーシアについて掘り下げていこうと思います。今回の動画を最後まで見ていただければ、そんな盾の勇者の成り上がりのシーズン2で活躍するリーシアについて知れる内容となっています。連続天使チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。もっと作品を楽しめる、こんな素晴らしいキャラがいるなど、ジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、デンノコも頑張りますのでよろしくお願いします。なお今作は原作や漫画のネタバレを含みますのでご注意ください。では早速本題に入っていこうと思います。まずどんな人物なのかというところから掘り下げていきます。メルロマルク北部の没落貴族の娘リーシア、見た目は緑色の髪を三つ編みした少女、童顔だが実年齢は17歳です。悪徳貴族の陰謀によって身売りされそうになったところを弓の勇者であるイツキに助けられ、感銘と恋心を抱き彼の仲間となりました。しかしいくらレベルを上げても弱かったことから、カルミラ島の波で活躍したことでイツキとその仲間から疎まれた末に免罪をかけられ、パーティーから解雇されます。絶望したリーシアは自殺を図るが、ナオミに殺され、イツキに認めてもらうほど強くなるという理由で限定的にナオミの仲間になります。性格は気弱でテンパりやすく、何かあるとふえーと情けない声を上げる一方で、鋼のようなまっすぐな精神があり、いつきのパーティー内で使い走りにされたり、冷遇されてもいつきのために頑張ろうとしたほどです。助けてもらったいつきに対しても一途に思っており、解雇の際に冷たく突き放され、ナオミの仲間になった後もその思いは変わりませんでした。そして正義感はかなり強く、卑劣な悪人に対して怒り、隠された力を覚醒し、普段とは見違えるほど勇敢に戦うようになります。波が来るまではフォーブレーの学校に通っていました。頭もかなり良く、別の異世界の言語も数日勉強して完全に覚えたほどです。謎であった霊気の使い魔の正体を掴んだり、波の秘密が書かれた文章の解読を任されたりと、知識面でも活躍しています。では続いて、このリーシアが初登場したのはいつなのかというお話をしていこうと思います。時系列的にはソウルイーター戦の前から仲間になっているんですけれども、弱さのためかソウルイーターの波や三遊鏡との戦いには全く出てきませんでした。初登場はナオフミたちが三遊鏡を壊滅させた後に協力関係を築こうとしているタイミングでの往生の中だったが、本格的な登場はカルミラ島での波の後からとなっています。なので実質リーシが登場する場面としては限定的にナオフミたちがパーティーに加わってからとなっています。この時点では彼女は呆れるほど弱い存在でした。続いてリーシアの強さについて解説していこうと思います。いつきにパーティーを解雇された理由の一つでもあるのは弱さなんですけれども、どれくらい弱いかというと、クラスアップを終えたレベル68にもかかわらず、序盤のレベル1桁だったラフタリアやキールと同じくらいでした。いつきも彼女のレベル上げのためにカルミラ島へ連れて行くなど、ある程度粘り強く育てようとしたのがダメだったということになります。しかし、ナオミのパーティーに加わり、レベルが70を超えたあたりから飛躍的にステータスが上がり始めました。まさに大器晩成タイプとなっています。続いてリーシアの能力についてお話ししていこうと思います。接近戦、遠距離戦、魔法もオールマイティにこなせるんですけれども、どれも実用レベルではなく器用貧乏というほぼ無力のような能力となっています。しかし先ほど述べたように、レベル70を超えてステータスが飛躍的に上がると、その能力は開花します。気やエネルギーブーストといった力への転生が非常に高く、天元武双流のエルラサラからは100年に1人の逸材と言われるほどです。全属性の魔法、援護魔法が使える魔法剣士となりました。後に変幻無双流の習得と投擲具に選ばれたことで遠近をこなせる万能型の勇者となります。続いて、イツキとの関係について掘り下げていこうと思います。ナオミのパーティーに加わってからしばらくイツキとの接点はなかったんですけれども、カースシリーズの呪いによって暴走したイツキを救うためにイツキと戦い、プチ性武器の投擲具に選ばれ勝利します。それ以降は呪いの後遺症に陥ったイツキの世話係を買って出る一途さも健在です。紆余曲折あったんですけれども、最後はイツキと両思いになり、最終戦の後は周期的にナオミたちの村に帰るものの、二人で世界を旅行する流れになります。はい、今回はね、アニメ2期で活躍間違いなしのリーシアについて掘り下げていきました。好みは賛否分かれるキャラだと思いますが、アニメのみの視聴者からすると、アニメ1期の最後にて仲間になったので、波乱を起こすのかと思えば、実はナオミに対してもイツキに対してもかなりプラスな人物であることがわかります。ぜひ、アニメ2期で活躍するリーシアを一緒に見守りましょう。はい、では今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さよなら。